申し訳ない。急いでいたもので。失礼。小次郎、何やってんだよ、こんなとこで。僕は取材だよ。小次郎と違って忙しい身なんだ。なんだよ。そうだよ、悪いか。ふん。何をさ。じゃないか。僕は菜食主義者なんだから。なんだよ、悪いか。意味はあるよ。それはさ、牛さんとか鳥さんとかを食べなくても人間は生きていけるし、それは食べなきゃ死んじゃうよ。ふん、僕のポリシーをどうこう言うな。地球に優しい食生活なんだから。そう本に書いてあったし。なんだよその水虫ってのは。失礼した。小次郎、僕ちょっと用事を思い出してさ、じゃね。ごめんなさい。連れが失礼をしましたわ。呆れた顔してますね。少しだけむしゃくしゃしていて。ごめんなさい、用事がありますので。お手洗いに。その後で熱いシャワーでも浴びて気分よくなりたいんです。どういう風に気分が晴れるのかしら。あ、少しよろけただけです。
ありがとうございます。たくましい腕ですね。確かめられなくて残念ですわ。面白い人ですね、あなたって。面白くて失礼な人です。このままここにいて気分が晴れるとは思いませんけど、はあ、少し予定が変わってしまったようですね。このまま熱いシャワーでも浴びて寝るつもりだったんですけれど、少しだけ素敵な男性とお酒を飲むことにします。送り狼にならない？本当でしょうか？わかりました。アクアです、私の名前。ありがとう。小次郎、素敵な名前ですね。どうです、座りませんか？もうそのことは忘れてください。恥ずかしいです。多分私たちが今日最後のお客さんになるかもしれませんね。どうしたんですか、人の顔をじっと見つめて。ありがとう。柄物は好きではないんです。あげないですよ。どうでしょうね、あんなことをしたの初めてですよ。でも一度やってしまうと二度目はやりやすいかもしれませんね。さあどうでしょう、小次郎さんもああならない保証はありませんわ。助かります。その素敵なジャケットは私も汚したくはありませんから。それよりも何か注文したらどうですか、あそこの可愛らしいウェイトレスさんがこちらを伺っています。何か頼むなら私も便乗させてもらっちゃおうかしら。なんだか楽しそうですね、小次郎さん。セオリー通りですね。ありがとう。お世辞でも嬉しいです。はい、でもちゃんと観光ビザは取ってあるし、不法入国者ではありません。もちろん分かってます。少し意地悪をしたかっただけ。その程度は試練じゃありませんこと。外国人というのは日本国籍ではないということですか。だったらイエス。生まれも育ちも日本ではありません。そんなところですか。遠い遠い国から。怒らないで。履歴調査ではないのでしょう。
いい人ですね。気持ちはとっても嬉しいです。何か？小次郎さんも。では小次郎、あなたも結構忙しい身のようですね。何をなさっているのですか？はい。まさか警察関係？そうなんですか。どうでしょう。わかりました。更新所の人ですね。教えてくれます？私立探偵。遠慮しておきますわ。じゃあただのフリーターさん？マイナス思考のない人ですね。聞かないのですね。さっきのことです。はい。それもそうですね。気を使っていただいてありがたいですわ。何でしょうか？答えられることであれば。そこを調査？しょうがないですね。本当に？鼻息荒く言ってもリアリティありませんよ。面白い人ですね。いいですわ。そうですね。嫌な男性にはもう結婚しているって答えるようにしていますけど、小次郎には内緒。探偵さんでしょ？お調べになったらいかがですか？子供はいいですね。私とっても好きです。あ、意外そうな顔。心外ですわ。純粋に好きなのかもしれませんわね。そうなんですか。悪く言えばですね。でも裏を返せば純粋で活発ということもできます。これでも子供がいるんですよ。オーバーなリアクションですね。そんなに世間知らずに見えるのかしら。困ったわ。がっかりしました。でも既婚とは限りませんでしょ。子供がいるというのは必ずしも結婚して出産したというわけじゃありませんよ。そうかもしれませんね。探偵の本領発揮というところですか。どうぞ。バツイチ。じゃあ可能性には？全てを聞いたら回答してあげます。結婚していないのに？わかりました。じゃあ3は？あらあら。リアリティありすぎますね。もしかして経験あるのですか？不本意って顔をしていますね、探偵さん。でも外れたような気はしないんですけど。そうね、誰にでも聞
かれたくないことはありますし。じゃあ次行きましょう。可能性4は楽しいです。気の回しすぎですよ。大丈夫、当たりじゃありません。でもこれ以上はもうダメですね、小次郎。楽しかったです。久々に笑った気がするし。はい、もう大人も寝る時間ですよ。ウェイトレスさん、片付けておいて。このくらいはほろ酔いというところですね。大丈夫、見た目より強いんですのよ、お酒には。あらあら、残念無念って顔ですねさあどうでしょうね。夜はよくここに飲みに来ますね。また会えたら。マッサラーム。僕は無視して。僕だ。ほら、この僕のかっこいい顔を見ろ。見えてるではないか。僕はな、極めて重要な手がかりを発見したんだ。どうだ？聞きたいか？重要な手がかりなんだぞ。おい、聞きたくないのか？極めて重要な手がかりなんだぞ。アホか貴様、ライバル探偵社に捜査状況を教えるバカがどこにいるのか。少しは聞きたいそぶりを見せろ。ふふん、あの甲さんの邸宅に固執するだけでは対局を見失う。僕はな、もっとグローバルな見地からこの事件を見つめている。行く。貴様、なぜそれ知っている？ふん、貴様、抜け駆けはするなよ。小次郎、何やってんだよこんなとこで。僕はね、常に徳田ねのルポと隣り合わせなんだ。
小次郎、何をしてるんだ？なんでこんなところに？そうか、そうだよな。終わるわけがない。区切りをつけただけだ。小次郎、一つ聞きたいんだが、二階堂君を見かけなかったか？連絡もよこさずに事務所に帰ってこないんだ。こんなことは今までになかったんだがな。妙なスタンドプレーに走らなければいいんだが。そっか、すまなかった。小次郎、二階堂君ではないが、お前には負けたくないものだな。